はい、今回はね、テコロジーと思ったの。昔これテコロジーシリーズっていうのがあって、これができたばっかの当初ね。今はこれ一度もね、ほとんどあまり見なくなりましたね、テコロジーってね。で、これが、なりまして、一時期この福島の方でね、でかい地震が起きた時に、電池のおもちゃっていうのがね、当時はほらみんな、当時したってまだ新しいけど10年ちょっとぐらい前かね、の時っていうのは、まだ電池式のおもちゃっていうのが多かったんですよ。で、そういう中でその被災された子どもたちが、そのおもちゃが送られてくるのはね、支援でこう、災害支援でこう無料でおもちゃが届いてきて、で、それで子どもたちがそのおもちゃを自由に遊んでいようということでね、送られてくるのが非常にありがたかったんだけども、ただ同時にその何て言うんですかね、それをもらってもそのまあ実際おもちゃで遊べないと。なぜならば、まあ、電池式のが多いから。で、電池が切れたら買ってくればいいじゃないかと思うけど、それは災害が起きる前は買ってこれたけど、災害がひとたび起きるとね、途端にそのみんな電池が、それこそ懐中電灯だなんだっていうのに電池が必要になってきて、バーって買いに来るから、あっという間に電池がなくなっちゃうんですね。じゃあ次でいつ仕入れられるんですかって言ったら、なかなか仕入れられない。要するに交通路が遮断されて、行き先へこう行きたいんだけど、そこが遮断されてるから通れないってことになったりなんかしてね。だからそうすると困ってたわけですよ。だからそういったものを送られても、もうまあ役に立たないっていうかね、ところがあって、で、そういったものがあった時に、まあこの宝トミーというのが当時いち早く、じゃあ電池を使わないで、こうやって電池を使わないで遊べるというね、テコロジーっていうのを開発したんですよ。で、これを電池は不要で、蛍光灯が光るということで、こうやってね、こうやって回すとこうやって光るわけです。で、これは昔はこのボタン電池を入れてこう光ってたのがあったんですけども、これは、こういうふうになっていまして、こういうふうに構造で、自力で、要するに手を動かすことによって超小型の発電ユニットっていうのが充電、ちょっとしたこう充電を起こして、で、それでこう蛍光灯の LED にこう電池が光ると、回すとね、その摩擦みたいなので、こう電気が起こるっていう、そういうふうなやり方にしたんです。で、そしたらこれが受けまして、被災された人たちにも受けてね、で、それでおもちゃとして十分機能を果たすことができたという、そういう時代があったわけですね。で、そこから、だんだんとこう電池を使うものよりも、電池をいざとなった時に電池を使わなくても、できるような、そういうおもちゃというのが出てくるようになりました。まあ、そういった点では非常に、便利な、時代にはなってきたかなというふうには思いますし、なかなかそういった、ね、なんていうんですかね、そういった時代っていうのはね、いいなというふうにね、思います。なかなか便利な時代になりましたってことですね。で、それの、まあ、プリウスという形でこういうふうにね、こうやって開きますし、こういうふうに光りますしね。で、これは札幌じゃない、長野県で、実際にこう使われてたパトカーらしいですけども、なかなかの、いいなというふうに思うね、そういう車に仕上がっててよかったなという感じです。どうもありがとうございました。